月6日台風10号接近中の朝ワンです。なんとか停電も保ってます。消える前に朝ごはん食べさせちゃいます。今、4時50分です。みんな元気です。よいしょ。してくれてます。はい、ちゃんとですね、例によって子たちは別部屋です。食べないの。はい、大丈夫。外は明るくなってきました。ちょっとプチ停電です。現在暗くてよく見えませんが、ウリ。あっくん、あっくん。いい子で。探検隊はパパンとかいると寝てます。これチュラさんですね。出して出してだね。出る。はい。じゃあ探検隊。あ、ももも行く？ももも行く。はい。チュラと。はい、じゃあ。ももとマックと。はい。行っておいで。はい。で、大組です。あらちゃんも帰ってきた。トイレしてる。パックも出まーす。来ました。サンちゃん。モモも出ました。丸は出ません。はい。みんなよく頑張りましたね。君たちはもうちょっとね、まだ探検隊になってないでしょ、君たちは。かぶっちゃうので。はい。サンちゃんもいますね。マーちゃんもいますね。はい。じゃあ、お父さん行ってきます。感じです。まあ、よかったです。風が当たらない奇跡の場所でした。多分行きます。まあ、草は全部こうやって刈ります。あ、何が来ました。だいぶ超えてきてましたが、山頂です。雨が降ってきましたね。すいません、雨降ってきた。こんな感じです。下は綺麗さっぱりめちゃくちゃになってます。ありがとうございました。皆さん心配していただいて、明日からまた片付けです。
折れてはいないようです。もしかしたら重機で釣って重しをかければ蘇るのかもしれません。トマトは買えました、探検隊はこんな感じです。まあ、避難所に置いといた荷物を出しています。